今年は北京オリンピックのプレシーズン、この全日本選手権で日本代表の座を掴んだものが、来年3月北京オリンピックの代表枠をかけて世界選手権に挑むこととなる。これはオリンピックにつながる特別な大会だからこそ、それぞれの思いが激しくぶつかります。 YouTube ライブ配信も決定。この動画を見ていただけているということは、視聴できる環境があるのでしょう。お仕事中だよという方も見えるかとは思いますが、宇野昌磨、トヨタ自動車、5連覇なるか、予定の大会が直前中止で、やっと迎えた公式戦、皆にとって良い大会にしたいと、特別な年の大会の成功を彩る。羽生結弦、アナ、博報堂 DY メディアパートナーズ調査では、アスリートイメージ調査の2020年総括特別編。今年活躍&来年活躍期待の男子選手1位、男女合同の誠実、人を引きつける魅力がある、爽やか、総合ランキングも1位総なめ、日本の宝、5年ぶりの奪還なるか。鍵山優真、星槎国際高等学校横浜、オリンピック金メダル、氷に乗れぬ日々が続こうとも一切滞らぬ夢への歩み、4回転サルコーとローリープロを携え、今年は優勝する気持ちで挑みます。島田幸四郎、木下グループ、全身に満ちるスケート愛、今季は4回転に種磨いたバレー能力も注入、恩師の指令、内なる感情をそのまま 100% 以上出してほしい、溺れすぎないようご注意を。佐藤俊、富士コーポレーション、世界のトップが集まるジュニアグランプリファイナル優勝、高難度4回転ルッツを武器に上位を狙う。山熊太一郎、明治大学、舞台は港、恋人を待つ愛おしい姿からおしゃれなメロディに乗せて、そんなに決めのフリーテーマはズバリ愛、20歳大人の恋物語で全日本の舞台を魅了します。小林健人、法政大学、幼き日初めて作ったプログラム、これが僕のスケート、最後の年に再演、人生の次なる後悔へ、2年ぶりに立つ大舞台、支えてくれた方々への感謝を届けます。小林龍馬、法政大学、スケートができること、支えてくれる人がいること、自粛期間中に募った感謝の思い、2年前はショート落ちを経験した舞台、最初で最後のフリー進出へ、そして決めろ4回転。長谷川和樹、東京理科大学、今年北海道から進学のため上京、勉強も家事も奮闘中、シニアデビューで初出場の切符をつかみました。ジュニア時代あと一歩届かなかった憧れの舞台でトリプルアクセル挑戦へ。国方勇気、日本大学、とにかく悔しい、力を出し切れなかった昨年の全日本、苦い経験味わい、精神的に成長苦手なトリプルアクセルも猛練習中、今年こそ自分を出し切りフリーを情熱的に演じます。石塚レオ、早稲田大学、股関節の痛みと戦い、周囲の支えで掴んだ全日本、我々のアンケートにもメモびっしり書き込んでくれる超ナイスガイ、3度目の正直こだわりの表現で今年こそフリー進出へ。唐川恒人、日本大学、2014年全日本、小塚先輩の魂の演技に魅せられ憧れた曲をフリーに、佐藤信雄門下生グラスで伝統のツルスケスケーティングを武器に、同じ長野のリンクで最高の集大成を。山本壮太、中京大学、勝つ、目標は優勝、大怪我を克服し、湧き上がる勝利への強烈な意欲、今季は拠点を地元大阪へフリーも、2012年日本一を掴んだドラゴン、てっぺんへ登り続けます。友野和樹、同志社大学、悔しさが残った近畿、西日本、NHK 杯、絶対次につなげる、自分を信じ突き進む、去年はフリーでガッツポーズ演技、後輩たちにも刺激を受け今年も最高の演技、見せます。田中啓治、倉敷 FSC、自粛期間、右膝の怪我、もどかしい、それでも1試合ずつ前へ、
掲げたテーマ攻めるは継続。自分のやりたいスケート、なりふり構わずさらけ出します。洲本美月、関西大学。17全日本ジュニア優勝の実力者。三原舞依選手の滑りに感銘を受けプログラムに。今年7月に亡くなった作曲者 E。森コーネ氏へ。尊敬の念を込めて全身全霊で表現します。日野雄樹、中京大学。現役最長12年連続の全日本。最高にかっこよかった中村武人先輩のショートプログラム。ランビエールさんに感動し、兄にも押されたフリー。男らしく情感込めて演じます。森口住忠、木下アカデミー。大学進学シニア転校そして、全日本初出場。迫力のジャンプを武器に和紙飛躍の真最中。来季からは二刀流ペアにも挑戦。可能性広げまくりです。本田太一、関西大学。就職も決まりネクタイ最後の全日本へ。全日本の高揚感満足感は人生のどの瞬間にも変え難く、幸せという言葉では片付けられないです。胸を張って次のステップへ進みたいです。串田和樹、関西学院大学。地元岡山有川コーチの下で原点回帰。スケーティングに磨きをかけて演技がスケールアップ。4回目の全日本2期目のフリーミッションをさらに雄大に表現します。山田光信、SMBC。Don't Stop Me Now。フレディの人生を自分と重ねて表現魂を燃やし、記録よりも記憶に残る演技を、社会人スケーター全日本ラストステージ。千倍返しの恩返しだ。中野康介、飯塚フィギュアクラブ。俺やっぱりやめたくない、両親の後押しも受け前言撤回。フリーは初出場時にショート落ちを経験し披露できなかったプログラム。とにかく楽しんで踊ります。杉山拓実、就実学院。今季シニアデビュー。1年間デトロイトに渡りアメリカ国旗元世界女王佐藤由香さんのチームで、スケーティングを磨いてきました。柔らかな滑りとスピンのポジションに注目です。古谷達磨、九州工業大学。激戦制し握り拳掴んだ初の大舞台丸囲み。今年入学した大学の課題に追われる中スケートとの両立にも奮闘。6年前、兄凛太郎が立った同じ長野の地でフリー進出を狙います。本田ルーカス強し、木下アカデミー。怪我の不安を跳ねのけて、男泣きの全日本ジュニア初制覇。武器は豪快なトリプルアクセルと表現力。ルーカス、ボンドが、あなたのハートを打ち抜きます。三浦佳生、高専新横浜プリンス FSC。全日本ジュニア初表彰台でも、悔しさが強くしてくれる、とさらに闘志メラメラ。4回転2種類は決まれば高い GOE お兄さんたちの脅威に、侍ジャンパー初陣です。三宅瀬名、関西大学。全日本ジュニア3位銅メダルで2年ぶりの全日本。長い手足で見せるロミジュリと幽霊なクラシック。チャレンジャーだと思って、ジュニアで磨いた表現力で来季シニア A4S も決めるぞ。岸名優斗、関西大学。大学生となった今季は8シーズンを過ごした。ジュニアの集大成プログラムは自分の直感を信じて即決したもの。ノーミス演技でのガッツポーズを思い描き5度目の全日本へ。大島康祥、埼玉アイスアリーナ FC。見る人全員を魅了した全日本ジュニア。頑張った成果が出た、と男泣き。憧れの舞台では、お客さんに楽しんでもらうことを一番に、笑顔で見せます。中村俊介、木下アカデミー。ノービス時代4年連続表彰台2度日本一の逸材。全日本ジア。ではフリーでトリプルアクセル2本成功。166組むと身長も伸びぐと大人びた。シュンシュン、の勝負体注目です。